人気が集まったのは3113というところで、この2社からです。南関東勢前を回るのが3番車の米倉武選手、うん、今日は2社ですけれども、状態はいい。そうですね、もう積極的なあのレースはできてますよね、うん、はい、その番手を回るのが1番の宮下選手です、うん、この2社からの人気、31が 2.7 倍、13が 4.5 倍の人気となりました。まあ、地元なんでね、宮下君頑張ってほしいんですけど、ちょっとやっぱり欠場明けで、なんとなく昨日のレースがね不安残しましたよね。そうですね、うん、6着5着という成績となっています。また5番の田村武選手からもラインができていきました。第1レースはチャレンジの一般競争です。実況高原康則さんでご覧ください。おはようございます。玉川電機杯最終日を迎えましたアベマ湘南バンクです。本日は A 級、ガールズ、チャレンジいずれも決勝戦を控えます。3日間を戦い抜き、最後に優勝を勝ち取るのは一体誰になるのか。どうぞ最終レースまでごゆっくりお楽しみください。それではオープニングレース、チャレンジ一般競争に挑むメンバー、インコースから順を追ってご紹介してまいります。まず1番は地元ホームバンクの宮下純、2番青森徳永真一、3番千葉米倉武、4番青森三上隆之、5番は新潟田村武。以上のメンバーでオープニングチャレンジ一般競争を争います。このレースは以上の5名での対戦となります。ご注意ください。上空ですが、今日はどんよりとした曇り空となっています。10時の段階では天候の方が曇り、風がバックからホームへ北東の風1メートル、気温が12度と、この3日間を通じて一番低い気温となっております。さあ、そんなバンクコンディションの中行われていきます、オープニングチャレンジの一般競争。発送いたします。お待ちです。今構えての号令かかりまして、各選手が前傾姿勢、体勢完了、号砲が鳴りました。オープニングチャレンジの一般競争がスタートです。さあ、まず外から5番の田村武が上がっていきます。続いて4番の三上隆之、3番の米倉武、1番の宮下純、そして車間が空いて、これで最後方が2番の徳永真一となっています。レースは1周回目のバックに差し掛かるところです。隊列が徐々に固まっていきます。後方から2番の徳永が上がっていきまして、これでライン3車が前受けとなっていきます。誘導の後ろ、新潟の5番車田村武、昨日の競争は内田を叩けず交代、初日昨日ともに6着に終わっています。最終日の今日はどうでしょうか。その後ろにはいずれも青森の2人、4番の三上隆之、2番の徳永真一、この2人が続いていきます。2番の徳永、昨日の競争ですけども、昨日も3番手だったんですが、昨日は前を走る選手の踏み出しに遅れてという競争だったので、しっかり続いていきたいところです。そして後方南関東ライン、3番千葉の米倉武、昨日は前を抑えて先行したんですけども、後ろが離れてという競争でした。さあ、そしてその後ろが地元ホームバンクの1番宮下純、最終日の今日はなんとか意地を見せたいところ、レース残り2周となるところ、その難関勢が上がっていきます。前を抑えようというところか。ここは5番の田村はどうするでしょうか。一旦ここは3番の米倉が車を引きました。5番の田村、ここは突っ張って、ここで一旦ペースダウン。さあ、レース間もなく打鐘を迎えるところ、5番の田村が動きを警戒します。3番の米倉はどこから仕掛けていくか、まだ流している状況。5番の田村、
レースが2センターから4コーナーへ向かって間もなく残り周となるところで、さあ3番の米倉が一気に前をトライにかかります。ただ5番の田村も突っ張って、4番の三上がここは牽制を入れますが、なんとか外で3番の米倉耐えているか、まだ外で耐えている3番の米倉武ですが、ここはどうでしょうか。最終バックに差し掛かるところ、3番の外で耐えた米倉武、5番の田村を捉えて前に出ました。ただ1番の皆さん離れている、4コーナーから直線に戻ってくる、先頭は3番の米倉武、その後ろから最後は4番の三上隆之。オープニングレースチャレンジの一般競争、最後はゴール前4番の三上がかわしたでしょうか。このレースは異常なしの判定です。それではリプレイで振り返ります。3番の米倉武、4番の三上のブロックもあったんですけども、それをなんとか乗り越えたんですが、最後の最後ゴール前4番の三上がかわしていきました。ゴール前スーパースローの映像をご覧ください。4番の三上隆之、そして3番の米倉武、あとはどうでしょうか。3着争いですけれども、どうでしょうか。わずかに体勢有利は5番の田村武でしょうか。結果と決定、この後の審判放送をお待ちください。第1レースでした。第1レースチャレンジの一般競争をご覧いただきました。ゴール前の表情もご覧いただいています。4番の三上選手、お話にもありましたが、そうですね、でも5射立てなのにすごい激しいレースでしたね。そうですね、見応えたっぷりの、はい、米倉選手も外ちょっと、ね、ずっと外並走にはなりましたけど、そうですね、最後ね、あの馬力で行きましたけど、はい、いや田村君頑張りましたね。そうですね、はい、第一レースの結果は後ほどの決定放送までお待ちください。バンク内では第二レースの選手紹介が行われています。こちらもチャレンジの一般競争です。第二レースは6射立てでの競争となっています。2対2対2の3分戦となっていきそうです。はい、うん、さんお願いします。はい、あ、もう決定放送きますかね、はい、うん、決定、1着4番、2着3番、3着5番、なお3着は写真を参考に判定しました。平塚競輪1レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式3番4番460円、シャバン連勝単式4番3番1750円、3連勝複式3番4番5番520円、3連勝単式4番3番5番3850円、ワイド3番4番180円、4番5番190円、3番5番210円、以上でございます。行われました第一レースの判定写真です。3着が写真判定となりました。判定の結果、3着は5番、4着は2番でした。着差はタイヤ差です。人気が割れる形となりまして、その前を回るのが4番の木下選手、また3番のマフレ選手、うん、2番の内田選手となっていきます。締め切り直前では41が7倍、52が 8.8 倍、36が 9.3 倍と、うん、全部のラインから本当にそうですね、全部のラインが一桁で、うん、そうですね、皆さん迷ってますよね。そうです ね、 ね、うん、どの選手が先行してそしてまくっていくのでしょうか。第2レース実況でご覧ください。玉川電機杯最終日のアベマ湘南バンク、レースの方は第2レースを迎えます。先ほどの選手紹介、雨具をつけて行われていたんですけども、この時間はもうバンクはかなり乾いているところが目立ちます。さあ第2レース、対戦メンバーが発走系と出揃いました。それでは第2レース対戦メンバー、インコースから順を追ってご紹介してまいります。1番は埼玉板場俊和、
2番は千葉内田敦史、3番福島真船拓磨、4番長野木下明、5番静岡丸山克也、6番福島小酒大志。以上のメンバーで第2レースチャレンジ一般戦を争います。さあ3番の真船拓磨です。昨日の競争惜しくも4着に終わっております。今日は立て直したいところ。そして2番の内田敦史、昨日は逃げ粘る競争を見せています。今日はどういった競争を見せてくれるんでしょうか。この競争6社での争いとなりますのでご注意ください。発走いたします。今構えての号令がかかりまして、各選手が前傾姿勢へと移っていきます。体制完了です。号砲が鳴りました。第2レースチャレンジの一般戦がスタートです。まずは外から6番の小酒大志が上がっていきました。続いて2番の内田敦史、4番の木下明、1番板場俊和、3番の真船拓磨。これで最高峰となりましたのが5番の丸山克也です。レースは1周回目のバックを過ぎて3コーナーへと向かっていきます。これで隊列徐々に固まっていきまして、まず前受けとなりましたのが福島の両者であります。福島3番車の真船拓磨です。昨日は3番手確保したんですけれども、それ以上車伸びず惜しくも4着に敗れています。今日はどうでしょうか。同県の6番車小酒大志、昨日の競争は短期での競争でありました。今日はここ同県の3番真船とラインを組んでいきます。そして中段の位置南関東ライン、千葉の2番車内田敦史、昨日赤番過ぎに前を抑えて逃げ粘る競争2着となっています。今日もどういった競争を見せてくれるんでしょうか。2番の内田、マークする静岡の5番車丸山克也、昨日に続いての連携ということになっていきます。さあそして後方から動いていこうというのが4番車長野の木下明、3日間を通し初めて風を切る競争となります。埼玉の1番車板場俊和が続いていく関東ライン、残り2周となってその関東ラインが前を抑えにかかります。3番の真船はどうしますか。ここは一旦車を引きました。4番の木下先頭に変わりまして、3番手がこれで3番の真船、そしてその後ろ現在5番手の位置が2番の内田となっています。さあ打掌が入ります。さあ打掌とともに先に仕掛けたのは3番の真船拓磨、動いていきます。さあ合わせるように動いていく4番の木下明、さあそして後ろの2番の内田も動いていこうというところです。レース残り1周となるところ、さあ3番の真船が風を切る競争、そして中段の位置に2番の内田となりました。そして再び後方となってしまったのが4番の木下明であります。さあ2コーナーで2番の内田が動いていく、5番の丸山少し離れてしまったでしょうか。最終2センターに差し掛かるところ、2番の内田が先頭、これで3番の真船がその後ろであります。4コーナーから直線、2番の内田が先頭、内田まくりが決まりました。2番3番6番あたりか。第2レースのチャレンジ一般競争です。ここは2番の内田のまくりが決まった模様。この競争異常なしの判定であります。リプレイで振り返ります。2番の内田敦史のまくり、ただ後ろの5番の丸山離れてしまいました。ゴール前スーパースロー、2番の内田敦史、そして1写真と2写真でしょうか、それぐらい離れて3番の真船拓磨、あとは6番の小酒大志のように伺えます。結果と決定はこの後の放送をお待ちください。第2レースです。第2レースチャレンジの一般競争をご覧いただきました。ゴール前の内田選手のゴール後ですね、ね、内田選手の気合入ってますね、はい、いや昨日今日とね、昨日の逃げも良かったし、うん、今日のまくりもね、はい、自信になるでしょうね今回戦 ね、 ねちょっとね、あの3番手で1回休んだ分、はい、5番の丸山選手がもう1回のダッシュに対応できなかったですけどね。うん、小酒選手のブロックもありました ね、 ありますね、はい、ゴール戦通過2番3番6番のように見えましたが、後ほどの決定放送まではお待ちください、うん、バンク内では第3レースの選手紹介が行われています。
チャレンジの選抜競争が行われます。では並びをお願いします。はい、まずですね、3番の地元野口選手の後ろに地元志村選手、この後ろに奥山山城静岡コンビが続いて難関4社、6番の菱沼くんには2番宮沢、5番の長岡と関東も3社です。決定。1着2番、2着3番、3着6番。平塚競輪2レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン電商複式2番3番1370円、シャバン電商単式2番3番3740円、3連勝複式2番3番6番1790円、3連勝単式2番3番6番14940円、ワイド2番3番450円、2番6番1000円、3番6番350円。以上でございます。チャレンジの選抜競争、4対3の二分戦です。4社長いラインの先頭を任されたのが3番の野口周平選手です。ただ対する菱沼選手が点数以上の状態だってお話します。戻り具合なんでね、はい、まあ、ちょっとこう抵抗にね、どういうふうに退けられるか、注目ですね。前受けをできるか、どっちのラインが前受けをできるかで、前取るかによってもかなりね、レース変わってきますよね、はい。6番の菱沼選手の様子もご覧いただいていますが、うん、締め切り直前では37が 3.5 倍、73が 3.8 倍の人気となっています、うん。第3レースはチャレンジの選抜競争が行われます。ここからは実況高原康則さんでご覧ください。玉川電機杯最終日のアメマ湘南バンクです。レースの方は第3レース、ここからはチャレンジの選抜競争となっていきます。バンク4周回、距離は1625m で争います。なおこの競争から7社立てとなりますのでご注意ください。対戦メンバーが8走系と出揃いました。それではインコースから順を追ってご紹介してまいります。1番車静岡の山城光久、2番山梨の宮沢明、3番は地元神奈川の野口周平、4番静岡奥山正史、5番群馬長岡豪、6番は埼玉菱沼元気、7番は地元ホームバンクの志村正弘。以上のメンバーで第3レース、チャレンジの選抜競争1組目を争います。3番の野口周平、昨日の競争惜しくも4着でありました。今日はどういった競争を見せるのか、ライン4社の先頭です。そして6番の菱沼元気、昨日は先行を押し切り2日目にして白星を手にしました。さあ連勝でこのレース締めくくれるのかというところであります。各選手が前傾姿勢、号砲なりました。第3レース、チャレンジの選抜戦1組目がスタートです。まずは内から1番の山城光久が上がっていきます。そしてその後ろ4番の奥山正史、2番の宮沢明、3番の野口周平、その外から上がっていきます。あとは5番の長岡豪、7番の志村正弘、これで最後方6番の菱沼元気となっています。序盤戦です。レースまもなく2センターへ差し掛かろうというところ、これで隊列徐々に固まりまして、ライン4車難関勢が前受けとなっていきます。誘導の後ろが3番車の地元野口周平であります。昨日は内で詰まって苦しく惜しくも4着に終わった野口周平、今日はどうでしょうか。地元ホームバンク7番車の志村正弘が続いていきます。昨日は2着、
今日も意地を見せたいところです。7番の志村正弘、地元の意地を見せられるか。そしてその後ろですが4番の奥山雅史、1番の山城光久の静岡の2人が続いていく長いライン4社となりました。南関勢、そして後方から関東勢です。埼玉の6番車菱沼元気、昨日は打賞4コーナーからかましていきまして、そのまま先行押し切りと白星を手にした菱沼元気であります。2番の山梨宮沢明、そして5番の群馬長岡豪が続いていきまして、レース赤番周回に入りました。前を抑えていこうとしたんですが、ここは3番の野口、その動きに合わせて突っ張る構えを見せたので無理はせず、6番の菱沼が再び5番手に車を下げています。3番の野口一旦ペースダウン、6番の菱沼の動きを伺っています。さあ打賞が入りました。6番の菱沼がどこから仕掛けていくのかというところです。現在5番手の6番菱沼、3番の野口まだ流している状況。さあレース間もなく残り1周となるところ、さあ3番の野口周平がペースを上げていきました。6番の菱沼もさあ最終ホーム切ったところで前に上がっていきます。6番の菱沼、ただどうでしょう、3番手付近まで来たがちょっと苦しいか、後ろは隊列乱れてた、それでも外でなんとか耐えて最終バックを通過しました。まだ先頭は3番の野口周平、さあ2番手あたりまで来ました。外並走6番の菱沼元気ですがちょっと苦しくなったか、4コーナーから直線、先頭は3番の野口周平が先頭、野口が先頭、野口そのまま仕切ったか、最後はそれとも4番車か、最後は際どくなりました。第3レースチャレンジの選抜競争です。最後はどうでしょう、野口がそのまま押し切ったのか、それとも最後4番の奥山が伸びていたのかというところですが、このレースは異常なしの判定です。このレースは異常なしとの判定です。リプレイで振り返ります。3番の野口粘ってはいたんですが、どうでしょう、最後奥山がかわしたのかどうかというところです。ゴール前スーパースローの映像をご覧ください。どうでしょうか、最後はどうでしょうか、3番車4番車かなり際どくなっております。3着にはどうやら7番の志村が入った模様です。この後の審判放送でご確認ください。第3レースでした。第3レースチャレンジの選抜競争をご覧いただきました。前受けは南関東勢からなりました、ね、うん、そうですね、山城選手がねS 取りましたんでね、はい、もう南関が主導権渡さなかったですね、はい、そのまま突っ張っての先行となっていますが、うん、奥山選手のやはりお話にはありましたけど、そうですね、ちょっと志村選手がいっぱいになっちゃって、そうすると3番手の奥山選手の伸びっていうのがね、はい、最後ねあわやゴールも捕まえたかなぐらいまで来てますので、はいはい、ゴール接戦となっておりますので、後ほどの決定放送まではお待ちください。バンク内では第4レースの選手紹介が行われています。第4レースもチャレンジの選抜競争、3対2対2の3分戦となっていきそうです、うん、こちらが千葉さんですね、はい、そうですね、534吉武吉澤片岡の千葉、その外に7番2番は前島長井の関東と、で前を走っているのが4番1番の東北ですね、はい、では放送です。決定、1着3番、2着4番、3着7番、なお1着は写真を参考に判定しました。平塚競輪3レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式3番4番750円、シャバン連勝単式3番4番1150円、3連勝複式3番4番7番130円、3連勝単式3番4番7番1520円、ワイド3番4番160円、3番7番110円、4番7番150円、以上でございます。こちらは先ほど行われました第3レースの判定写真です。1着が写真判定となりました。判定の結果、1着は3番、2着は4番でした。着差はタイヤ差です。続いては第4レースチャレンジの選抜競争です。3対2対2の3分戦となっていきます。7番の前島選手、人気が集まりました。ここからは実況でご覧ください。
正午を回りました。アベマ湘南バンク玉川電機杯最終日、競争は第4レースチャレンジの選抜競争です。こちらが終わりますとガールズ、そして A 級戦など挟みましてチャレンジ戦は次が第10レース、残すは決勝戦となります。この後もどうぞアベマ湘南バンクでお楽しみください。それでは第4レース対戦メンバー、インコースから順を追ってご紹介してまいります。1番は宮城亀井博義、2番東京永井隆一、3番千葉吉澤健、4番宮城山崎光也、5番千葉吉武勇樹、6番千葉片岡正明、7番長野前島恭平、以上のメンバーで第4レースチャレンジ選抜戦を争います。さあこの競争ですが事実上の先行一社となっています。7番の前島恭平、この7番の前島から人気が10倍を切る人気が集まっていました。さあその7番の前島にしっかり続きたい番手の2番永井隆一、関東ワンツーなるんでしょうか。号令かかりまして各選手が前傾姿勢、体制完了、号砲が鳴りました。第4レースチャレンジの選抜戦がスタートです。まず上がっていきますのは5番の吉武勇樹、そして1番の亀井博義、2番の永井隆一、4番山崎光也、そして外から上がっていくのが3番の吉澤健、あとは7番の前島恭平、そして最後方から上がっていきます6番の片岡正明です。レースは1周回目の3コーナーを過ぎて2センターへと向かっていきます。これでまず前受けが千葉の3社ということになっていきそうです。5番の吉武勇樹、目標不在となりましたがこの競争ライン3社の先頭を任されました。マークしていきます3番車吉澤健、そして6番の3番手を固めます片岡正明、いずれも吉武とは連携が初日そして昨日とそれぞれ連携のある選手でここはラインを組みました。そしてその後ろです、中段の位置は宮城の2人、4番の山崎光也、そして1番の亀井博義。さあ目標がいない競争ですがどういった展開になるんでしょうか。あとは後方7番長野の前島恭平、昨日は先行していったんですけども惜しくも3着に終わっています。2番の東京永井隆一が続く関東ラインが残り2周となるところで上がっていきます。前を抑えていく7番の前島恭平、さあその他のラインがどういった立ち回りを見せるのかというところ、ここで誘導が退避いたしました。7番の前島がペースダウン、さあ2番の永井としてはしっかり番手を死守したいところです。さあ打鐘が入りました。7番の前島がまだ流している状況、ただ3番手内に5番の吉武、そして外に4番の山崎がおります。さあレース間もなく残り1周、7番の前島がペースを上げていきます。3番手内側に5番の吉武、外に4番の山崎となって、さあ1センター過ぎたところで4番の山崎が仕掛けていきますがどうでしょうか。車がそれ以上伸びないか。最終バックを通過しました。2番手の外あたりまで来ていますが4番の山崎まだ粘っている状況です。3番手の外側4コーナーから直線、先頭は7番の前島が先頭、前島がそのまま押し切った。7番2番、そして5番あたりでしょうか。先行一社となったこのレース、期待に応えて7番の前島恭平が押し切った模様。第4レースチャレンジの選抜競争です。この時間になりまして日差しが差し込んでまいりました。アベマ湘南バンク、この競争は異常なしの判定です。リプレイで振り返ります。7番の前島恭平、先行一社となったこのレース、結局最後そのまま押し切っての勝利ということになりました。ゴール前スーパースローの映像をご覧ください。7番の前島恭平、そして番手死守2番の永井隆一、2着に入った模様、関東ワンツー、そして5番の吉武勇樹が3着でしょうか。725の通過体制とお伝えしておきます。結果と決定今しばらくお待ちください。第4レースでした。第4レースチャレンジの選抜競争をご覧いただきました。
前島選手がやはり先行していくレースになりましたね。そうですね、まあ、前島選手が先行して永井選手すんなりね、はい、続いて、まあ、3番手がねあの山崎選手と吉崎選手の並走になりましたけども、まあうちの吉崎選手が我慢して、まあ、そのまんま、ね、3番手続いてという形になりましたね。そうですね、外並走していた山崎選手もちょっとまくろうとする場面もありましたけどね。そうですね、ちょっとまくりに出るかなと思ったらやはりね前島選手もそのあたりはねあのうまかったなときっちり合わせてましたね、うん、後ほどの決定放送まではお待ちください。第4レースご覧いただきました。バンク内では第5レースのガールズ一般競争が行われの選手紹介が行われています。では放送です。決定。1着7番、2着2番、3着5番。平塚競輪4レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式2番7番430円、シャバン連勝単式7番2番710円、3連勝複式2番5番7番970円、3連勝単式7番2番5番2180円、ワイド2番7番210円、5番7番320円、2番5番450円。以上でございます。続いては第5レースです。ガールズの一般競争が行われます。こちらは加藤めぐみ選手、2日目からの補充出走とはなりますが昨日は3着、ね、そうですね、あの動いて、まあ、まくられてはしまったんですけど、まあ、3着に粘ったというね、はい、レースでしたけども。そして2番の田中選手、自力バックの決まり手があるのはこの2選手となっています。1番の井出口選手の様子もご覧いただきました。ではここからは実況久保山義太郎さんでご覧ください。玉川電機杯最終日のアベマ湘南バンクです。競争は第5レースを迎えています。競争種目はガールズ一般競争です。距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番長崎井出口美智子、2番佐賀田中瑠奈、3番宮城菅原奈々子、4番大分溝口かな、5番青森加藤めぐみ、以上のメンバーによる対戦です。この5レースは5者立てとなっています。先頭誘導員は渡辺秀明選手が務めます。気温はこの3日間で一番低い14度です。それでもこの時期の平均値からは2度ほど高くなっています。風は現在北の風 1.5 メートル、3コーナーから1コーナーに向かっての風向きです。動いていきますかどうか。菅原奈々子、そしてママさんレーサー溝口かな、加藤めぐみ自称ダンプ加藤、この人の試走前のルーティンです。発走準備整いました。5名先頭誘導員渡辺秀明選手、今スタートして、今2センターです。構えての号令かかりました。5レース間もなくのスタートです。号砲になりました。第5レースガールズ一般競争スタートです。ここは3番菅原奈々子、内から1番井出口美智子が上がって、さらに外から5番の加藤めぐみが上がっていますが、
ここは井出口美智子が先頭で誘導員を追いかける形となっています。外から5番の加藤めぐみが上がって2コーナーからバックストレッチ前に入りました。加藤めぐみ2番手、1番井出口美智子、3番が菅原奈々子、4番溝口香奈、1番後ろから2番下田中瑠奈です。1周回目の2センターです。先頭5番加藤めぐみ、昨日から補充で入りました。昨日は先行しています青森の加藤めぐみ。ここは冬季練習バンク、5番車加藤めぐみ、1番車井出口美智子2番手にいます。最終日に3着の成績が増えている近況、時折縦の足も見せます井出口美智子。3番手から2番車佐賀田中ルナ、2走ともホーム手前から仕掛けています。昨日は先行する加藤めぐみの番手に一旦入ったんですが、野口由美子のまくりに対応は昨日はできませんでした。田中ルナ、続いて3番車宮城の菅原奈々子、一番後ろは4番水口香奈です。5車立て第5レースガールズ一般競争、2周回目の3コーナーから2センターです。5番の加藤めぐみ先頭です。動く足を持っているのはこの加藤めぐみと2番車田中ルナ、田中ルナが現在3番手にいます。周回は残り2周、打掌周回に入ります。5番加藤めぐみ先頭、2番手1番井出口美智子、長崎五島列島の選手、1番車井出口美智子、2番田中ルナやや車間を切っています。3番菅原奈々子が続いて、一番後ろ4番溝口香奈です。バックストレッチチャンが鳴りました。残り1周半です。加藤めぐみ一旦流して、2番手1番入口美智子、2番田中ルナ仕掛けるタイミングを図っている感じがします。4コーナー余ってのホームストレッチ、さあここは5番の加藤めぐみ後ろを見ながら、残り1周を切ったところで2番下田中ルナスパート、合わせる5番の加藤めぐみ、さあこの両者踏み合いとなっています。2コーナーからバックストレッチ、加藤めぐみ田中ルナ踏み合いが続いて、最終バック200を切ったところで2番下田中ルナわずかに前に出た。そして5番の加藤めぐみ内からもう一度踏んだ。第4コーナー丸、加藤めぐみが前に出た、後ろ2番の田中ルナ、4コーナー丸、さあ直線5番の加藤めぐみ、加藤めぐみが先頭ゴール、5番2番そして4番あたり、5レースガールズ一般競争、加藤めぐみと田中ルナ踏み合いとなって、最後は内から伸びて5番加藤めぐみです。5番2番4番あたり、まだ確定ではありません。お手持ちの投票券はそのままでお待ちください。走路は異常なしのようです。白旗です。リプレイをご覧ください。田中ルナと加藤めぐみ、長い踏み合いを制して5番加藤めぐみ1着ゴールです。リプレイゴール戦場をご覧ください。続いてスーパースローです。人気両者ワンツーです。5番2番3着に内から4番菅原奈々子が入っている感じです。この後の正式決定までお待ちください。5レースの模様でした。第5レースガールズの一般競争をご覧いただきました。ゴール後の加藤選手表情ご覧いただいています。踏み合いもありましたがいかがでしたか。そうですね、やはりあの田中選手と、ね、加藤選手、はい、まあ、あの自力で動く2人の、まあ、あのマッチレースになりましたけども、うん、加藤選手の、まあ、最後、ね、踏み勝ちな感じになりましたけどもね。内側で大丈夫かなと思ったんですが強かったですね。そうですね、まあ、加藤選手ね、そこからもう一回踏む足はある選手だと思うので、まあ、田中選手の方逆に結構きつかったのかな、まあ、逆にね、あの外外踏んでよく耐えたなと思うぐらい、あのその後ろにね、あのいた選手に抜かれてもおかしくはない展開だったと思うんですけども、まあ、最後はよくね踏み耐えたなとは思いますけども、はい、人気での決着となったでしょうか。決定放送です。決定、1着5番、2着2番、3着4番。平塚競輪5レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式2番5番150円、シャバン連勝単式5番2番
320円、3連勝複式2番、4番、5番、280円、3連勝単式5番、2番、4番、940円、ワイド2番、5番、100円、4番、5番、180円、2番、4番、250円。以上でございます。人気が集まったのは41というところですね。4番の田中克人選手からスタートから大事になっていく競争ですか。そうですね、はい、で田中選手結構ね平塚好結果、ね、うん、出してるイメージありますし、はい、まあね、このレース本当どうなるか、本当スタートからが勝負になりそうなので、うん、まあ、そこがちょっとね一つ見ものになると思うんですけれども、はい、まあ、関根選手がね、それに対してどう出るか。そうですね、はい、初日は短期での競争で、昨日は自力での競争、大関選手とのレースはなりました。また2番の塚本選手、短期での競争となっていきます。第6レース A 級の特一般競争です。ここからは実況でご覧ください。バンクはすっかりと乾いています。平塚競輪場、気温が1度上がって15度です。湿度 80%、 風は北東の風 1.5 メートルのコンディション。バック側からホーム側に向かっての風向きです。玉川電機杯最終日のアベマ湘南バンクは第6レースを迎えています。競争種目は A 級特一般競争です。距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーをご紹介いたします。1番地元神奈川渡辺翔、2番栃木塚本和弘、3番福島関根隆人、4番千葉田中克人、5番福島坂木枝照文。以上のメンバーによる対戦です。第6レースは5車立てとなっています。難関勢福島勢の2分戦となりました。2番塚本和弘が短期の競争です。4番車田中克人と3番関根隆人、この2人がラインの先頭です。田中は初日に先行、関根隆人は2日目にかますレースをしていました。両者状態を起こしています。発送準備整いました。5名構えての号令かかりました。体制完了です。号砲になりました。第6レース A 級特一般競争スタートです。まずは福島勢上がりました。先頭5番坂木枝照文、続いて3番関根隆人、1番渡辺翔、2番塚本和弘、1番後ろから4番田中克人です。2コーナーからバックストレッチ、5番坂木枝照文前を取って、関根隆人が上がって3コーナー、福島勢は前に3番関根隆人。初日は短期で出番なく、昨日の一般競争をかまし打ったんですが不発でした。関根隆人同県福島、5番の坂木枝照文マーク、3番5番福島コンビ、4番の田中克人は3番手から予選で先行。昨日の準決勝も果敢に攻めたんですが、吉田正史に合わされて昨日は力負けのレースでした。マーク1番地元渡辺翔、田中克人とは予選で連携、予選では3番手を回った渡辺翔、今日は番手を回ります。4番1番難関勢、2番栃木の塚本和弘は現在一番後ろ短期です。5車立ての第6レース A 級特一般競争、2周回目の今第4コーナーを回っています。3番関根隆人先頭、2番手5番の坂木枝照文福島コンビ、3番5番、3番手から動く4番の田中克人、抑えに行きます。打掌周回の1コーナー、抑えに行こうとしそぶりを見せてもう一度下がりました。4番田中克人、今第2コーナー、3番関根隆人流しながら4番の田中克人を睨んでいます。バックストレッチ、まもなく鐘が鳴るところ、ジャンが鳴って残り1周半、3コーナー、3番関根隆人流して2センター、4番田中克人まだ3番手、4コーナーを回っています。
3番の関根隆人がようやく前を見て踏み込んでいきますが、同時に踏み込む4番の田中和人、残り1周を切って1コーナーです。田中和人が叩きました。1番は渡辺翔が遅れを取った。2コーナーからバックストレッチ、3番の関根隆人、2番手飛びつきを試みるもやや離されました。200を切る第3コーナー、4番田中和人飛ばしています。2写真離れて3番関根隆人、3番手2番の塚本和志郎、さあ4番のここは田中和人がそのまま押し切りました。3番関根隆人も迫ってきましたが、第6レース永久特一般競争、田中和人を押し切って4番3番2番あたり、走路は異常なしの白旗です。リプレイをご覧ください。田中勝人のかましが決まって関根隆人追い詰めたんですが届きません。スーパースローをご覧ください。4番3番です。3着2番塚本和弘が入っているようです。この後の正式決定までお待ちください。6レースの模様でした。第6レース A 級特一般競争をご覧いただきました。山本さんいかがでしたか。そうですね、まあ最初ねスタートで関根選手を前に取らせてね、はい、田中選手前を泳がせてまくりかなと思ったら、まあ、ホームでね仕掛けて、で、うん、その時にちょっと渡辺選手が口開けたところを、ね、まあ、関根選手にさばかれてしまったレースになったんですけれども、はい、終わってみれば、まあ前でね自力で戦う、まあ2人の決着ということになりましたね。そうですね、塚本選手も入ってというところになったでしょうか。後ほどの決定放送まではお待ちください。バンク内では第7レースの選手紹介が行われています。こちらも A 級の特一般競争です。このレースは6名での対戦となります。ご注意ください。では並びの確認お願いします。はい、まず3番の大関選手千葉に、同県千葉の6番里見選手の千葉ライン、2番の岩崎選手、途中ですが放送です。決定、1着4番、2着3番、3着2番。平塚競輪6レースの払い戻し金額をお知らせいたします。車番連勝複式3番4番1030円、車番連勝単式4番3番1790円、3連勝複式2番3番4番1840円、3連勝単式4番3番2番6920円、ワイド3番4番400円、2番4番250円、2番3番620円。以上でございます。大関選手、今日は里見選手の前を走っていきます。36で 6.6 倍、32が 6.9 倍、63が 7.7 倍、35が 8.4 倍と、いずれも10倍切るところはすべて大関選手人気となっているところです。岩崎選手の動き次第ですね。そうですね、岩崎選手がどう後ろに群馬の、ね、2人つけてどうするかっていうのと、まあ、やはり大関選手からすると今度同県のね、あの先輩の里見選手をなるべく競らせたくないっていう、ね、気持ちもあるでしょうから、まあ、どういうふうにその2人がね戦っていくのか。里見選手と岩崎選手は昨日も同じレースで戦っていて中段の並走もありましたが、どう今日はどういう競争をしていくでしょうか。1番の藤原選手は今日は短期での競争となります。ここからは実況でご覧ください。上空はだいぶ青空が広がってまいりました。平塚競輪場です。玉川電機杯最終日のアベマ湘南バックは第7レースを迎えています。競争種目は A 級特一般競争、距離はバンク4周1625メートルです。気温は16度となっています。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番岩手藤原義晴、2番茨城岩崎大和、
3番千葉大関優也、4番群馬手島幸典、5番群馬柳井義和、6番千葉里見光平、7番いやこのレースは6車立てとなっています。第7レースです。先行一車の形となりました3番車大関優也です。群馬勢手島幸典、柳井義和は岩崎大和に前を任す競争です。大関優也マークが同県千葉里見公平となります。発送準備整いまして、構えての号令かかりました。体制完了です。号砲なりました。第7レース A 級特一般競争スタートです。ゆっくりと1番藤原義治上がっていきます。2番手から上がるのは4番手島幸典、6番里見光平、内から3番大関優也、2番が岩崎大和、そして5番柳井義和です。2コーナーからバックストレッチ、誘導に追いつく1番車岩手藤原義治。昨日の一般競争先行勝負でしたが今日は短期です。2番手以降大きく離れて上がっていくのは3番千葉の大関優也です。連日突っ張り先行しています大関優也。続いて2番茨城の岩崎大和。昨日の一般競争はセンターラインに乗り換えの組み立てで2着に入っています。大関優也前に入っていくようです。2周回目の第2コーナー追走6番里見光平、3番6番千葉勢です。藤原義治は3番手に引きました。2番岩崎大和が4番手、5番の柳井義和、4番手島幸典の群馬の2人が2番車岩崎大和に前を任せました。競争得点ではこの群馬の2人が上位になっています。4コーナーを回っています。先頭3番大関優也、2番手6番里見光平千葉コンビです。1番藤原義治3番手、岩崎大和まだ動かず4番手、打掌周回の1コーナーです。動きなく大関優也、後ろの動きを確認しながら2コーナーからバックストレッチ、日差しが戻ってきました。バックストレッチ今ジャンが鳴りました。ここで2番の岩崎大和が外から上がっていきます。2センターから4コーナー向かって3番の大関優也、この動きを見ながら踏み込んでいきます。2番の岩崎大和が2番手を追い上げて残り1周を切りました。6番車の里見光平インコースの2番手、外に2番の岩崎大和が張り付いて2コーナーからバックストレッチ、ここは6番の里見光平交代、番手追い上げマーク決まった2番岩崎大和、続いて5番の柳井義和、4番の手島幸典、2センターから第4コーナー3番大関優也先頭で帰ってくる、後ろは2番の岩崎大和が抜きに行きます。2番の岩崎大和抜き去ってゴールインです。2番5番7レース A 級特一般競争、番手に追い上げて入って直線一気に抜き去っていった岩崎大和、5番柳井義和、ソウルは異常なしの白旗です。リプレイをご覧ください。関東勢3人が一気に3番大関優也を抜き去っていきました。スーパースローをご覧ください。1着2番岩崎大和、2着外から5番柳井義和、2番5番そして4番あたり、この後の正式決定までお待ちください。7レースの模様でした。第7レース A 級の特一般競争をご覧いただきました。ゴール後の表情もご覧いただいています。2番の岩崎選手です。大関選手の番手が並走になっていかがでしたか。そうですね、まあ、岩崎選手、まあ、もしかしたらホームでそのまんま行くのかなと思ったんですけど、まあ、大関選手が、ね、合わせて踏んできたので、はい、まあ、流れの中であの番手っていう形になりましたね、うん、そこからしっかり大関選手の番手を取り切って抜け出しての一着となったでしょうか。関東勢のライン独占のようにも見えましたが、後ほどの決定放送まではお待ちください。バンク内では第8レースの選手紹介が行われています。 A 級の特選競争です。3対4の2分戦となっていきそうです。1番4番5番の北日本勢、
そして3726というところにもラインができていきます。発送予定時刻は2時7分です。決定。1着2番2着5番3着4番平塚競輪7レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式2番5番510円、シャバン連勝単式2番5番1270円、3連勝複式2番4番5番410円、3連勝単式2番5番4番1780円、ワイド2番5番230円、2番4番300円、4番5番270円。以上でございます。7番の櫻井選手の様子が映ってきています。人気は7番の櫻井選手からになりましたね。そうですね、まあ、八田選手の番手ということで、まあ、あの後ろに、ね、稲葉選手と梅原選手もいますから、はい、まあ、責任、ね、結構重大な位置ではありますけれども、うん、今日は4社の番手を回っていきます。4対3の2分戦です。こちらはその前を回る八田智也選手、昨日は原選手の番手に入ることができたんですけれども、ちょっとそこから伸びることができず、 ね、まあ、その前に足使ったっていうのも、ね、あるんでしょうけども、はい、まあ、今日はちょっと、ね、2分戦で本当後ろの援護に期待して、まあ、どれだけ力出し切れるかっていうレースになると思いますね、はい、2番車3番手の稲葉選手の様子も映ってきています。1番の田原選手からもラインができていきました。第8レース特選競争です。実況でご覧ください。玉川電機杯最終日のアベマ湘南バンクです。競争は第8レースを迎えています。競争種目は A 級特選競争、距離はバンク4周1625メートルです。風向きは北から北東に変わって 1.5 メートルです。バック側からホーム側に向かっての風向きです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番北海道田原博明、2番静岡稲葉一馬、3番新潟八田智也、4番福島平山優太、5番宮城三浦亮、6番静岡梅原泰治、7番静岡櫻井城、以上のメンバーによる対戦です。ラインの先頭は1番田原博明と3番八田智也、静岡勢が八田との連携、そして対抗するのは北日本勢となります。2分戦です。八田智也です。その隣は2番車稲葉一馬、稲葉はライン3番手を回ります。櫻井城、八田智也の今日は番手を回ります。初日の特選シード選手田原博明がどんな手を打つのか。発送いたします。構えての号令です。平山優太、最後にハンドルを握って体勢完了。号砲になりました。第8レース A 級特選競争スタートです。スタート争いは田原博明と稲葉一馬、インコースから1番田原博明上がって前を取りました。2コーナー下がって2番稲葉一馬、7番が櫻井城、4番平山優太、6番三浦亮、5番が三浦亮、その前に6番梅原泰治、最後尾3番八田智也です。3コーナーから2センター、1番北海道田原博明前を取っての組み立て、連日勝負権のある位置を強気に狙っています田原博明。2番手に上がってきて4番福島平山優太、そして5番の宮城の三浦亮、1番4番5番は北日本勢です。
2周回目に入って1コーナー、3番新潟八田智也が4番手です。予選は先行して2着、準決勝ジャンで原大地を一旦抑えたんですが、すぐに原大地の巻き返しになっていました八田智也。後ろには静岡トリオが続きます。7番桜井城、2番稲葉和馬、6番梅原大二です。3番、7番、2番、6番、このラインが4社です。2周回目の4コーナーを待っています。1番北海道田原弘明がマイケ体制です。予選では地元勢の番手をインで粘る競争でした。赤番を通過、八田智也動きます。田原弘明の出方はどうか。今第2コーナーに向かいます。一旦内から突っ張った1番田原弘明、3番八田智也一旦抑えたと思ったんですが下がりました。4番手再び4番手3番八田智也、今ジャンが鳴りました。残り1周半2センターです。1番の田原弘明が先頭で後ろの動きを待っている感じ。4コーナー回ります。さあ田原弘明が今日はここはそのまま先行するのか。先行しました。田原弘明逃げます。1番4番5番北日本勢、3番の八田智也一車線離れて現在4番手が追走して、2コーナーからバックストレッチ、2コーナーあたりから3番の八田智也が仕掛ける。1番田原弘明が逃げる。さあアウトコースから上がってきた3番八田智也、追走は7番の桜井城、静岡勢はその後ろに稲葉和馬がいて、6番の梅原大地離れて4コーナー回る。3番の八田智也先頭、7番の桜井城が食らいつくも3番車八田智也、そして外から2番車稲葉和馬が乗りました。3番2番です。8レース A 級特選競争、八田智也2コーナーまくり、マーク7番桜井城が直線やや伸びを欠いて、2番稲葉和馬が伸びていました。まだ確定ではありません。お手持ちの投票券はそのままでお待ちください。3番2番7番に見えました。8レース A 級特選競争、田原弘明が先行勝負でした。走路は異常なしの白旗です。リプレイをご覧ください。八田智也がまくって、マーク7番桜井城を振り切って、外から2着に伸びてきた2番稲葉和馬、スーパースローをご覧ください。3番2番7番のようです。この後の正式決定までお待ちください。8レースの模様でした。第8レース A 級の特選競争をご覧いただきました。ゴール後表情もご覧いただいています。3番の八田選手、レースいかがでしたか山本さん。そうですね、まあ、あの田原選手が、まあ、突っ張ったので、うん、まあ、八田選手はそれで、まあ、まくりということで、まあ、あのまくってたんですけども、まあ、強かったですね、まあ、その前に、ね、田原選手もあのスタートのところで結構足使ったっていうのもあるんでしょうけれども、まあ、でも八田選手が、ね、まくってあのそのまま押し切ってますからね。そうですね、うん、強かったなということですけど。そして2番の稲葉選手も伸びてきて、そうですね、先ほども言ったんですけど、まあ、稲葉選手本当縦足が今ね咲いてるんで、はい、まあ、桜井選手がちょっとね口開けかけたっていうのもありますし、まあ、稲葉選手がねよく最後伸びてきたなと思います。そうですね、はい、第8レースは後ほどの決定放送までお待ちください。バンク内では第9レースの選手紹介が行われています。決勝前最後のレースとなっていきます。 A 級の特選競争です。では放送が入ります。決定、1着3番、2着2番、3着7番。平塚競輪8レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式2番3番820円、シャバン連勝単式3番2番1490円、3連勝複式2番3番7番130円、3連勝単式3番2番7番2090円、ワイド2番3番130円、3番7番120円、2番7番100円。以上でございます。決勝前最後のレースとなります。人気が集まりました。1番の佐々木和樹選手です。3着3着とこの2日間は走っていますが、
もう少しっていうところでしたか、この好調さを、前回までの好調さを見ると。そうですね、ちょっとなんとか決勝で本当いい勝負したかったっていうのは本当のところでしょうけども、まあ、逆に言うとね、あのこういう時にしっかり決めて、まあ、それで、まあ、あの次回以降に、ね、つなげるというのも、そこ、ね、気持ちの切り替えも大事ですし、まずはこのレースをしっかり走ってというところなんでしょうけれども、はい、今日は地元勢の先頭を任されました。手前に見えている4番の今野選手が番手でとなっていきます。1番4番7番の地元勢、対抗していくのが2番の水森選手、3番の原大地選手となっていきます。第9レース A 級の特選競争です。実況でご覧ください。神奈川電気杯最終日のアベマ湘南バンクです。1レース終えるごとに気温が1度ずつ上がっています。現在は17度まで上がってきました。湿度は 75% です。競争は第9レース A 級独占競争です。距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番地元神奈川佐々木和樹、2番東京水森優太、3番宮城原大地、4番地元ホームバンク河野純吾、5番北海道野木義則、6番栃木渡辺藤夫、7番地元ホームバンク畠山博之、以上のメンバーによる対戦です。117期同期対決となりました。内枠の3人ともにラインの先頭を走ります。佐々木和樹、水森優太、原大地、同期生3人です。動きの激しい主導権争いの消耗戦となるんでしょうか。発走準備完了の7名発走いたします。構えての号令かかりました。体制は完了です。号砲になりました。第9レース A 級独占競争スタートです。同期の3人が飛び出していきましたが、ここは3番原大地が前を取りました。2番手1番佐々木和樹、3番手2番水森優太、7番畠山博之が上がって、4番河野純吾、5番は野木義則、一番後ろは6番渡辺藤代です。バックストレッチ先頭3番宮城の原大地です。準決勝関東勢に動きを崩されるもホームから強引に仕掛けたレースでした。 S 級確保に昨日は痛い5着ですが、しっかりと気を取り直しての一戦、原大地、後ろは5番車北海道野木義則、3番5番北日本勢、3番手から1番地元佐々木和樹。準決勝は上川の明けに振り回されて足を削られてしまったレースでした。佐々木和樹、後ろは4番車地元河野純吾、そして7番畠山博之、地元トリオが3番手から1番4番7番、2番車東京水森優太は現在6番手。準決勝短期で出番がありませんでした。予選は先行しています水森優太。今日の後ろは6番栃木の渡辺藤夫、2番6番関東勢です。2周回目の第4コーナーを回って2番水森優太上がります。6番渡辺藤夫を連れて関東勢2社が上昇。3番原大地どうする、赤番を通過して北日本勢下げました。1番佐々木和樹が外から今度上がって地元トリオを上昇、打賞周回2コーナー。2番車水森優太は下がって、今度は3番原大地が動きます。117期生の動きが激しくなって向こう上面ジャンです。ここで原大地が抑えました。1番佐々木和樹は3番手に下がって2センター、2番水森優太は6番手に置かれました。第4コーナーを待って一旦流します。3番原大地です。マーク5番の野木義則に北日本コンビ、3番5番3番手キープ1番佐々木和樹です。最終今第2コーナーです。3番原大地がまだ後ろを確認しながら徐々にペースを上げる。2コーナーで今度は1番佐々木和樹が3番手からまくる。4番河野純が一瞬離れた、河野純が離れました。3番の原大地まくられて2番手飛びつく。3番手5番の野木義則、4コーナー回る。さあ1番の佐々木和樹先頭、3番原大地が離されました。佐々木和樹今先頭ゴロ、1番3番。第9レース A 級特選競争
うまく3番でキープ、佐々木和樹がまくり勝ち。3番原大地が2着入線です。1番3番5番あたり、まだ確定ではありません。お手持ちの投票券は決定放送が出るまでそのままでお待ちください。ゴールの通過体制、1番3番5番あたりに見えましたが、走路は異常なしの白旗です。リプレイをご覧ください。佐々木和樹のまくり勝ち、原大地がやや離されながらの2着、スーパースローをご覧ください。3人の同期対決は1番差佐々木和樹が制しました。1番3番3着5番、乃木義則がわずかに体勢有利に見えます。この後の正式決定までお待ちください。9レースの模様でした。第9レース A 級の特選競争をご覧いただきました。まくった佐々木選手の表情です。ご覧いただいています。レースはいかがでしたか？そうですね、まあ、佐々木選手が本当うまく中段を取って、うん、まくって、まあ、あのね、連日の分のちょっとね気持ちをこううまくね、うん、発散したというとあれですけども、ね、はい、良さを晴らしたというとあれですけども、まあ、しっかりね結果出して、まあ、次回以降に、ね、つなげた走りだったと思います。そうですね、原選手がその番手からというところで2着に入ったでしょうか。後ほどの決定放送はお待ちください。バンク内では第10レースチャレンジの決勝戦戦勝会が行われています。2番7番5番のラインに6番の村上選手が短期の競争、こちらは1番上尾選手、あとは3番4番というところ、埼玉線にもラインができていきます。では放送です。決定、1着1番、2着3番、3着5番。平塚競輪9レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式1番3番240円、シャバン連勝単式1番3番450円、3連勝複式1番3番5番470円、3連勝単式1番3番5番1040円、ワイド1番3番120円、1番5番230円、3番5番310円、以上でございます。集中しているような様子が伺えますね。2番の菊池圭選手です。123期の選手が3名決勝に乗ってそれぞれラインを作っていきますが、上尾選手が短期での競争となっていきます。その菊池選手の番手を回っていくのが7番の田村選手、そして5番の中野選手まで続いてラインが1番長くなって2番7番5番の3者、また3番の佐藤丈志郎選手にもラインができていきます。3番4番の埼玉勢、4番の細沼選手も調子いいですからね。そうですね、チャンス生かしたいところですよね、はい、そして1番の神尾選手は短期での競争となっていきます。人気も集まりました。ではチャレンジの決勝戦、実況高原康則さんでご覧ください。玉川電機杯最終日のアベマ湘南バンク、お待たせいたしました。第10レース、ここからは決勝戦へと入っていきます。まずはチャレンジの決勝戦です。バンク4周回、距離は1625メートルで争われます。対戦いたします7名の選手が発走系と出揃いました。それでは対戦メンバー、インコースから順を追ってご紹介してまいります。1番は静岡の神尾圭斗、2番宮城菊池圭、3番埼玉佐藤丈志郎、4番こちらも埼玉細沼健二、5番北海道中野亮、6番は栃木村上隆彦、7番福島田村純一、以上のメンバーで第10レースチャレンジ決勝戦を争います。
123期3人が決勝戦へ名を連ねました。2番の菊池がライン3車の先頭、そして3番佐藤の後ろには同県の4番細沼が続きます。一方で1番の上は短期での競争となっていきます。三つどもえの戦いです。そして6番の村上隆彦、今日も最終日短期で挑みます。さあこの村上の動きにも注目です。号砲が鳴りました。第10レースチャレンジの決勝戦がスタートです。まず上がっていきますのは2番の菊池圭、続いて1番の神尾圭と3番手7番の田村純一、少し車間空きました3番の佐藤城志郎がその後ろで4番の細沼健二、外から上がっていくのは5番の中野亮で、これで最後方6番の村上隆彦という序盤戦。レースは1周回目3コーナー過ぎまして、これから2センターへと向かっていきます。ライン3車北日本勢が前受けということになっていきました。誘導の後ろ宮城の2番車菊池圭です。昨日は米倉の番手にはまりまして、最初2コーナーからのまくりを決めております。そしてその後ろが7番福島の田村純一、ここは2番の菊池に前を任せてという競争であります。そして北海道の5番車中野亮、菊池とは再度連携ということになりました。北日本ラインさあ、そしてその後ろですが1番の静岡神尾圭と、ここは123期唯一の短期での競争ということになりました。そして埼玉の両者がその後ろです。3番の佐藤城志郎、昨日は村上のまくりもありましたが2番手で立て直してゴール前かわしています。4番の細沼健二がその後ろ、さあそして短期6番の村上隆彦が最後方、どういった動きを見せてくれるんでしょうか。残り2周となりまして3番の佐藤城志郎がまず動いていきます。2番の菊池圭はここは一旦車を引いて3番手の位置、これで先頭3番の佐藤城志郎、そして2番の菊池が3番手の位置になりました。さあ打鐘が入ります。神尾圭斗が現在6番手、最後方が6番の村上隆彦となっています。打鐘が入りますが、さあ徐々に動いていきます。レースまもなく残り2周となるところで動いていった2番の菊池圭、ただ後ろ連携離れてしまいました。7番の田村が離れてしまった。これで番手にはまるか、3番の佐藤城志郎が番手にはまったような感じ。そして4番の細沼が7番の田村をどかしている。最終バックを通過しました。6番の村上は最後方ちょっと苦しいでしょうか。最後は外から1番の神尾圭斗が上がってきますが、4コーナーから直線1番の神尾が先頭、神尾そのまま1着今ゴール、あとは2番の菊池圭でしょうか。第10レースチャレンジの決勝戦、1番の短期神尾圭と、短期ではあったんですが1番の神尾が最後はそのまま後ろから追い上げまして、そのまま1着ゴールとなった模様です。このレースは異常なしの判定です。リプレイスーパースローの映像、1番の神尾圭と、そして2着に2番の菊池圭が入った模様、そして3着ですが7番の田村純一となった模様です。結果と決定今しばらくお待ちください。第10レースでした。第10レースチャレンジの決勝戦ご覧いただきました。1番の神尾選手表情もご覧いただいています。まくり届きましたね。そうですね、やはり強かったですね、神尾選手、はい。菊池選手と佐藤選手がちょっとね踏み合うようなところもありましたけど、いかがでしたか。そうですね、まあ踏み合いがあったとはいえね、大外やっぱりあれだけのね踏み出しでまくっていけたんで、まあ神尾選手にとってはこれがねいいきっかけになればね、はい、いいと思いますけども、このまま決まれば初優勝。そうですね、初優勝ですね、はい、はい。この強さを見ると意外な感じもしますけどね、はい。また後ほどの決定放送まではお待ちください。バンク内では11レースの選手紹介行われています。こちらはガールズの決勝戦です。1番静岡の鈴木みのり選手からご覧のメンバーでの対戦となっています。では放送です。決定1着1番神尾圭斗、2着2番菊池圭、3着7番田村純一。平塚競輪10レースの払い戻し金額をお知らせいたします。
社番伝承複式1番2番400円社番伝承単式1番2番750円3連勝複式1番2番7番460円3連勝単式1番2番7番1720円ワイド1番2番150円1番7番230円2番7番160円以上でございます。続いてはガールズの決勝戦が行われます。人気が集まりました4番の野口由美香選手です。前回に平塚来た時も完全優勝をされました。初めての完全優勝だったっていう。そうですね、初めての完全優勝と言ってましたね。で、ね、それから、まあ、本当松坂でも前日いい走りしてましたし、はい、今回は果たしてどうでしょうかね、はい、吉村選手、鈴木みのり選手にも人気が集まっています。こちらが吉村さやか選手、そして平塚公愛称です、鈴木みのり選手、最後に登場していきます。それでは実況久保山義太郎さんでご覧ください。玉川天気杯最終日のアベマ湘南バンクです。競争は第11レースを迎えています。競争種目はガールズ決勝戦です。距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番静岡鈴木みのり、2番静岡吉村さやか、3番福島宇島木えりか、4番大分野口由美香、5番静岡野寺楓、6番東京中村ゆかり、7番長崎高尾君か。以上のメンバーによる対戦です。先頭誘導員は三井武選手が務めます。さあガールズの決勝戦です。平塚公愛称鈴木みのり、切れ味光る吉村さやか、今日はスタートを取っていくのか藤巻えりか、盤石の2連勝野口由美か、センスある野寺楓、ステディーなベテラン中村ゆかり、そして動いていい位置を取っていきますか高尾君か。この7名のガールズ決勝戦、発走いたします。発走準備完了の7名です。今先頭誘導員三井武選手3コーナーからスタートしています。構えての号令かかりました。体制完了、まもなくガールズ決勝戦スタートです。号砲になりました。第11レースガールズ決勝戦がスタートしました。まず上がっていく3番藤巻えりかスタートを取ります。続いて6番中村ゆかり、2番が吉村さやか、1番鈴木みのり、4番野口由美香、5番が野寺楓、一番後ろは7番高尾君香です。バックストレッチ3番藤巻えりかスタートを取りました。初日もスタートを取っての3着、2番車吉村さやかが2番手、持ち味を出した2日間、昨日は出足のいい亀梨先行でした。3番手6番は中村ゆかり、気を逃さず定めた目標に突き切る位置取りはさすがです。5番の野寺楓が上がってまいりました。現在4番手に入りますか野寺楓、いや並走となっています。2周回目の1コーナーインコース1番鈴木みのり、2日間未勝利も縦の攻撃力が出しています鈴木みのり、続いて4番車野口由美香、現在6番手逃げてよしまくってよしの2日間です。強さが際立っている4番野口由美香、1番後ろは7番車長崎高尾君香です。機敏に動いています。7番高尾君香、2周回目の3コーナー4番手並走が続いています。5番野寺楓、インコース1番鈴木みのりです。2センターから4コーナーを回ります。3番藤巻えりか先頭、2番手2番吉村さやかです。そして6番の中村ゆかりがいて、4番手は並走で今赤番を通過します。4番野口由美香が動きを見せました。赤番通過1コーナーゆっくりとアウトコースから上がる4番野口由美香、追走7番高尾君香、
一旦2番手で止まる4番野口ゆみか吉村さやかを抑えました。2コーナーからバックストレッチ、先頭3番宇治巻恵梨香です。まもなくジャンが鳴るところ、さあここでさらに車を上げていく4番野口ゆみか先行体制、ジャンが鳴っています。その後ろは三者並走、3番宇治巻恵梨香、真ん中2番吉村さやか、外に5番の野寺海で4コーナー丸、4番車野口ゆみかの後ろは三者並走、ここで抜け出す2番の吉村さやかスパート、番手はまった4番野口ゆみか、2番4番、そしてその後ろは6番の中村ゆかり、インコース3番宇治巻恵梨香、1番の鈴木みどりが2コーナーから動く。最終バック200メートルを切っていくところ、1番鈴木みどりが渾身のまかりを放って2番手に上がった、2番吉村さやかまだ先頭粘る、そのインコース4番野口ゆみか、4コーナー待って内からすくって4番野口ゆみか先頭、野口ゆみか先頭、外から1番の鈴木みどりが伸びました。11レースガールズ決勝戦、今日はまくり決めました。1番鈴木みどり、1番4番6番あたりまだ確定ではありませんが、鈴木みのりのまくりが決まっています。お手持ちの投票券はそのままでお待ちください。1番4番6番あたりのゴールの通過体制、走路は異常なしです。リプレイをご覧ください。内をすくって4番野口ゆみか、一旦先頭に立ったんですが、外から1番鈴木みのりが伸びていきます。このまま確定いたしますと平塚バンク、ここは5度目の優勝ということになります。1番4番6番スーパースローをご覧ください。後ほどの正式決定までお待ちください。11レースの模様でした。11レースガールズの決勝戦ご覧いただきました。いかがでしたか？そうですね、鈴木選手が本当お見事という、ね、レースでしたけど、まあ、野口選手が、ね、最後内から伸びてそのまま押し切るかなと思ったら外また、ね、伸びていったんで、もうこれ本当鈴木選手が、ね、お見事だったというレースだと思います。はい、ゴール後の表情もとてもいい表情されていらっしゃいましたね。後ほどの決定放送まではお待ちください。バンク内では最終第12レースの選手紹介が行われています。 A 級の決勝戦です。7番5番4番の関東勢です。そして6番1番というところの南関東勢、2番の岡部選手が短期での競争、また3番の小峰選手も短期での競争となっていくようです。12レース発走予定時刻は4時30分、電話投票締め切り時刻は4時27分です。決定。1着1番鈴木みのり、2着4番野口ゆみか、3着6番中村ゆかり。平塚競輪11レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式1番4番330円、シャバン連勝単式1番4番860円、3連勝複式1番4番6番810円、3連勝単式1番4番6番4470円、ワイド1番4番200円、1番6番730円、4番6番330円。以上でございます。最終12レースは A 級の決勝戦です。7番の吉田正史選手、連日力強い走り見せてくださっています。今日も先行逃げ切り決まるかどうかというレースですが、どんなレースをしていくでしょうか。番手には5番車上川直樹選手が追走となっています。初連携の2人です。関東勢は3車のラインとなっていきました。また6番の伊藤選手にもラインができていきます。2番の岡部選手、3番の小峰選手は短期での競争です。12レースは A 級の決勝戦、実況久保山義太郎さんでご覧ください。
最終日のアベマ湘南バンクです。決勝戦3個レースが続いた最終日、10レースのチャレンジは静岡の神尾圭斗選手、11レースのガールズは静岡の鈴木みのり選手の優勝でした。そしてファイナル12レース A 級決勝戦、距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番千葉岡本秀幸、2番福島岡部義幸、3番長野小峰武史、4番群馬稲村成弘、5番栃木上川直樹、6番地元神奈川伊藤明則、7番茨城吉田正史、以上のメンバーによる対戦です。ラインは2つできました。関東勢と難関勢です。準決勝鋭いまくりを決めた岡本秀幸、岡部芳幸も準決勝まくり勝ちでした。今日は短期は小峰武史、若手2人を援護する稲村成弘、来季初の S 級上川直樹、2日間元気な走り伊藤明則、そして重戦車吉田正史、発走準備完了の7名発走いたします。前傾姿勢に移ります。体勢完了、号砲になりました。第12レース A 級決勝戦スタートしました。まず上がっていく1番岡本秀幸、続いて5番車上川直樹、3番小峰武史、6番が伊藤明則、2番岡部芳幸、7番吉田正史、最後尾4番稲村成弘です。2コーナーからバックストレッチ、前を取りました1番千葉の岡本秀幸、準決勝バック7番手から窮地を出した素晴らしいまくりでした。その前に6番地元伊藤明則が入っていきます。2日間軽快な動き、6番1番難関勢前受け、2番車岡部芳幸は3番手で上がって今日は短期です。続いて5番車上川直樹がいて、その前に7番の吉田正史が入ります。パワフルな逃げを打つ吉田正史、主導権を握る意欲の高さはピカイチです。7番5番、そして4番稲村成弘、関東勢3番手3人ともに来季は S 級、1番後ろは3番車長野小峰武史、2日間目標のあるレースを生かしての決勝進出も今日は短期です。小峰武史、2周回目の第3コーナーです。前受け体制6番伊藤明則、関東勢の上昇にどう対応するのか、1番岡本秀幸2番手、6番1番難関勢です。2番岡部芳幸は現在3番手にて、第4コーナーを回って動く関東ラインです。7番の吉田正史、アウトコースから押し上げていきます。関東勢ここで6番の伊藤明則下がって2番手粘るのか、打招集会1コーナー2番手粘った6番伊藤明則、外に5番上川直樹並走となりました。2コーナーからバックストレッチ、これでペースを、おっと落車がありました。なんと4人が落車、ジャンが鳴っています。7番吉田正史が誘導員の後ろまだつけて、1番岡本秀樹は2番手、3番小峰武史が遅れて3番手、走っているのは3人です。残り1周を切りました。7番車吉田正史まだ誘導の後ろにつけています。1番岡本秀樹2番手2コーナーから発進、吉田正史1番岡本秀樹2番手大きく遅れて3番小峰武史、最終バック200を切る3コーナー、完全にこの2人の争い、7番の吉田正史ぐんぐん加速する、1番の岡本秀樹2番手さあ7番の吉田正史先頭でそのまま振り切ってゴールイン。7番1番最上しているのは2番の岡部芳幸、3着3番小峰武史です。このレースは4選手落車、最上したのは2番岡部芳幸と6番の伊藤明乃にも最上しています。2番選手6番選手は最上、4番選手5番選手は棄権しています。落車のアクシデント、12レース A 級決勝戦、吉田正史が逃げ切ったレースですが確定ではありません。最上ゴールインが岡部芳幸選手、6番の伊藤明乃選手がまだ今バック線を通過するところ、お手持ちの投票券はそのままでお待ちください。まだ確定ではありません。
12レース A 級決勝戦4選手が落車しました。最上しているのは6番車伊藤明則、ゴールに向かっています。先に最上ゴールインが2番の岡部芳幸選手でした。ゴールの通過体制7番、1番、3番、そして2番、6番となります。伊藤明則選手今ゴールインです。4番、5番選手は危険です。玉川電機杯 A 級決勝戦落車のアクシデントがありました。まだ確定ではありません。お手持ちの投票券はそのままでお待ちください。このレースは審議となります。第2コーナー審判より赤旗が上がりました。このレースは2コーナー付近の事象について審議となります。リプレイをご覧ください。吉田雅史の逃げ切ったレースですがまだ確定ではありません。審議です。続いてスーパースローの映像です。3着3番小峰武史です。続いてスーパースローです。7番1番3着に3番小峰武史、そして2番岡部芳幸選手と6番伊藤明則選手が再乗して4着5着に入っているようですが、審判放送をお聞きください。お知らせいたします。ただいまより第2コーナー付近の事象について審議いたします。審議対象選手は5番6番です。審議の結果と決定はしばらくお待ちください。第12レース A 級の決勝戦ご覧いただきました。なおこのレースなんですが審議となっています。第2コーナー付近の事象についての審議、審議対象選手は5番6番との発表がありました。審議の結果と決定につきましては今しばらくお待ちください。さあ A 級の決勝戦が終了しましたけれども、吉田選手の番手が並走となりましたね。そうですね、伊藤選手がどう立ち回るというところを、ね、話したんですけど、まあ、はい、番手を狙う形になって、まあ、上川選手もね、当然ね粘られたんでそこで勝負というところでちょっとアクシデントがあったので、はい、まあ、ちょっとねこれだけ大量落車があるとちょっと、ね、うん、後味はあんまり良くはないんですけど、ね、ただね吉田選手にとってはまあね、先行して、まあ、結果逃げ切りという形になったので、うん、まあね、吉田選手は吉田選手で自分のレースをしたと、はい、でまあ、落車避けた岡本選手も、まあね、その後ろから、まあまあ、前は、まあ、抜けなかったですけど、うん、まあ、しっかり吉田選手につけ切ってと、で、まあ、小峰選手も、ね、本当よく、ね、巻き込まれないで、ね、外避けたなと思って、ね、まあちょっと前から離されましたけどね、うん、まあ、そこは、まあ、ああいうアクシデントがあったところなのでそこはまあ仕方ないのかなと、はい、ちょっとね、まあ、なかなかそうですね、ちょっと苦しい決勝戦にはなってしまったんですが、ゴール戦通過は7番1番3番でしたが放送が入ります。お待たせしました。ただいまのレースの審議対象選手は5番6番ですが3着までには到達しておりません。決定。1着7番吉田雅史、2着1番岡本秀幸、3着3番小峰武史。平塚競輪12レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式1番7番610円、シャバン連勝単式7番1番900円、3連勝複式1番3番7番
1730円、3連勝短式7番1番3番4650円、ワイド1番7番320円、3番7番440円、1番3番1020円、以上でございます。ただいまから平塚競輪第12レースの審議 VTR を放映いたします。5番選手は第3周回第2コーナー付近において6番選手を大圧し、自ら落車するとともに6番および後続選手を落車させましたので失格となりました。